ですので、はい、はい、それでは本日初参加いただきましたアーレンホフスタッドさんの皆さんです。はい、こんにちは。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 はい、すいません。じゃあインタビューさせていただきます。はい、皆さんどういったメンバーで構成されたチームさんなんでしょうか。同じ大学の、はい、先輩と後輩で同じサークルで、まあ、集まってやってきました。なるほど。はい、僕ちょっとなるべく今日かまずに頑張ろうと思ってたチーム名、アーレン・ホフスタッドさんという、はい、チーム名の由来ぜひお聞かせ。ちょっと遅いですか。アーレン・ホフスタッドっていうの。アーレン・ホフスタッド。簡単に言っちゃうと、まあ、ちょゲーム の、はい、まあ、とあるウィニングイレブンという、はい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 、ゲームのなんか架空のチームの名前、へ、勝手に借りて使ってます。あ、なるほど。それを選んだのはどうしてなんでしょうか。なんかたまたますたまたますね。なるほど。皆さんは、定期的にフットサルはやられてるんでしょうか。そうですね、もう今日もこの後フットサルを、はい、大学でやっていきます。なるほど。はい、学生さんなんですか。皆さんは学生です。学生さんなんですね。すいません、学生の話なんですよ。 なるほど。それでは大会、まあ、中盤から中盤にかけてきましたけれども、はい、試合大会の感想どうでしょうか。そうですね、やっぱみんな皆さんめっちゃ上手くて、ちょっとあの皆さんちょっとやられ気味なんでちょっと後半は気合い入れて。そうですね、まだ多分1試合残ってると思うので、まだ次の大会出るときとかも気合い入れて。はい、ぜひ、はい、それでは最後目標ですね、改めて目標ですか。とりあえず、はい、まあ、1試合1試合勝ち点3を積むことです。あ、かっこいい。ありがとうございました。ぜひまた僕たちいろんなところで大会やってますので、はい、遊びに来ていただければと思います。はい、はい、それでは本日初参加いただきましたアーレン・ホフスタッドさんの皆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。